アモイガーデンズは、1981年から1987年にかけて順次完成した香港、九龍の助厚谷にある民間集合住宅である。2003年に、重症急性呼吸器症候群のアウトブレイクが起こった際には、集団感染の中心地となり、300人以上がここで感染した。アモイプラザアモイプラザの内装アモイガーデンズには、 A から S まで19のブロックがあり、ブロックにより30階から40階建てになっている。A から H までの8ブロックは33階建て、高さ105メートルで14メートルの基段の上に立っており、この中には商業施設が入っている。この8ブロックには1フロアあたり8部屋が十字架の形に配置されており、十字架の各は22部屋がある。敷地内には、 アーケード街のアモイプラザと飲食店街が存在する。アモイガーデンズの敷地は1920年代に工場用地としてアモイ生館が購入したものである。アモイは1977年3月におよそ222,560平方フィートの敷地をオークションにかけたが、これは製造部門を段階的に別の場所へ移す機とであった。 オークションは最低価格に達せず失敗した。その後、常高開発が合意に達し、1977年4月に、この土地をおよそ2億香港ドルで購入した。この合意の中で、アモイは土地の再開発で得られる利益の一部を受け取ることになっていた。団地は4段階に分けて建設された。第一期の建設契約には、A から、 G ブロックまでに相当する7つの住居ブロックと小売スペースが含まれ、1979年10月18日に、香港の建設会社ズヤス建設、A、シュイオンコンストラクションが受け負うことになった。第1期の工事は1981年に完了し、最終第4期の工事は1987年に完了した。2003年3月の終わり、SARS のアウトブレイクが、 アモイガーデンズの住人間で発生した。2003年4月15日時点で団地内でサーズに感染した人は321人に上っていた。感染者はブロック E に集中しており、累積人数の41%がこのブロックから出ていた。患者数は続いてブロック C ブロック B ブロック D の順であった。その他の18%は11のブロックに 分散していた。インデックスケースとなった男性は、サーッツ流行の中心地となっていた、プリンス・オブ・ウェールズ病院に定期受診していた。ブロック E に住んでいた最初の患者107人の自宅は、そのほとんどが垂直方向に分布していた。アウトブレイク後、全10人が隔離のために、リギョモン公園、キュ村カムラカデリマクレホースキュ村カムラへ移された。 2003年半ば当局はトイレの排水路に深刻な問題があり、これがサーズの蔓延に寄与していたことを突き止めた。敷地内は除染され、住人たちはその後元の住宅へと戻った。2016年に行われた香港の国勢調査によれば、アモイガーデンズの住人は1721人である。年齢の中央値は37.7歳で大半が 中国系である。接待人数は平均2.4人である。経済活動の有無にかかわらず、全10人を対象とすると、毎月の世帯収入の中央値は3万4000ドルとなる。アモイガーデンズの最寄り駅は、香港 MTR 間、筒見線の九龍湾駅である。アモイガーデンズ近辺には、以下に示すように多数のバス路線が通っている。 アモイガーデンズに乗り入れるバス路線。ありがとうございます。